京阪一万系電車、京阪一万系電車、京阪一万系電車は、2002年、平成14年4月15日に営業運転を開始した京阪電気鉄道の通勤系電車。本系列は、老朽化が目立ってきた1900系や2600系、例ワンダイの置き換え及び将来の視線でのワンマン運転の実施を目的として投入された。まず、 2002年3月から4月にかけて4両編成3本が製造された。続いて2006年4月16日のダイヤ改正に合わせて4年ぶりの造備車である第4から6編成が投入された。この造備車は一部の装備が2002年に製造された車両とは異なっている。2002年製造車からの主な変更点は後述の車内等カバーの省略のほかに 側面窓枠が黒色になり、側面扉の引き手が片側だけになった。投入以来、主に支線である宇治線と片野線で運用され、2007年9月22日からは、片野線で2013年6月1日からは、宇治線でワンマン運転が実施されている。本線での営業列車は、2006年4月16日のダイヤ改定で設定がなくなり、 その後2009年9月12日のダイヤ改定で、平日深夜に復活したものの、2011年5月28日のダイヤ改定で消滅した。統計列が2006年までに24両、製造された後、新車として投入される車両は2台目3000、軽おび統計列をベースに3000系の一生も、取り込んだ1万3000系に移行しており、 6000系から続いた大型非常扉を採用した車両は統計列が最後となっている。一方で2016年には7200系9000系から抜かれた中間車が統計列に編入の上で組み込まれて7両編成化された編成もあり、京阪本線での運用も復活している。ワンマン運転を実施することを見据えて、 自動車内放送装置を準備工事としていたが、これについては2007年夏以降で本工事を実施した。実施済み列車は回避予告放送のフレーズが、左、右側のドアが開きますから、左、右側の扉を開けますに変更されている。ワンマン表示は日本では希少である、英文表示、カンダクターラスを併記したものである。この表示は、跳ね上げが可能であり、 他の路線で使用される場合や、片野線でも早朝の通ン運転の場合、および改装の際には、ワンマン表示は跳ね上げられる。なお、自動放送は、片野線、宇治線普通列車の放送のみの収録であり、他線での運用の際は、自動放送を使用しない。また、一万一回は後日の7両編成下の際に、ワンマン運転装置を撤去している。 2002年の営業運転開始直後にワンマン運転時の使用を想定した中所島宇治、平方式彩地の行き先幕を表示して運行したが、五条が相次いだことにより、数日で通常の表示に戻された。しかし、片野線については2007年9月22日からワンマン運転を行うにあたり、同年8月1日より平方式彩地の表示を復活させた。 宇治線でも2013年6月1日以降のワンマン運用の際は中所島宇治を表示している。2008年4月15日、京阪は本系列を含む大津線、工作線以外の車両の都職を2012年度までに新都職に変更するとともに未都職変更者を含めての新 CI ロゴの調布を行うと発表した。2009年7月27日に 一万四回が本系列で初めての新都色編成となった。その後、他の編成の新都色化も進み、一万六回の新都色化により本系列の新都色化は終了した。この結果、本系列で採用されたターコイズグリーン一式の塗色は登場から8年で消滅した。また、車両番号のフォントがフラティガーに変わり、すべての編成が 新ロゴの京阪に張り替えられた。2016年に7200系の7301が1101に9000系の9601.9602が、それぞれ1701.10751に、改版された上で11 1回に、編入。2017年に7200系の7302が1102に9000系の9603.9604が、 それぞれ1702.10752に、改版された上で12階に編入され、7両化、された。また、同時に1651は1551に、1652は1552に、改版された。従来の1万系と7200系、9000系からの編入者との間では、車体やクーラーの形状が異なっている。 7200K7301.7302 の制御装置は GTO 素子の VVVF 装置であったが、1万 K の改造に合わせてイベット素子の VVVF 装置に交換されている。なお、1万1回1万2回では7両化の際にワンマン運転機器を撤去している。当初から主に宇治線と片野線で運用された。2008年10月の運用改定後は、 基本的に、片野線専用となったが、2013年6月1日から、宇治線でもワンマン運転が開始されたため、これ以降は1万3000系の4両編成と共通運用となり、1万3000系の片野線運用が増え、本系列は宇治線でも定期運用されるようになった。統系列の本線での営業列車は、 平日朝に設定されていた1往復の運用が2006年4月16日のダイヤ改定でなくなったことでイベント時を除きなくなった回送列車のみの設定が2009年9月12日のダイヤ改定で平日深夜に1往復のみ復活した。統計列が使用されるのは中野島発の快速急行、彦星の1本とその前の運用の区間急行1本であった。しかし、 2011年5月28日のダイヤ改定で統計列による本線での定期、営業列車は再び消滅した。戦術の通り、2016年に1万1回は7両化され、同編成は2016年3月16日から、本線での定期営業列車再び使用されるようになった。また1万2回も7両化され、本線で運用されている。 本線用は7両編成のため原則特急運用に充当されることはないが8000系が2016年から2017年にかけてプレミムカー改造のため7両編成で運用されていた時期には8000系の運用の状況によって7両編成が定期運用の特急運用に入ることがあった2015年度には一部の編成で ヘッドライトの LED 化が試行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。